それって…いよいよね。そうだな。どうしたの？それじゃあね。何よ、そんなに慌てて。急ぎの用事？いつもの場所で訓練じゃないの？こんにちは、おじいさん。おい、すまんの、郵便屋さん。それで、わし宛ての荷物はどこにあるんじゃ？は？あの…郵便屋さんじゃなかったかの？じゃあお前さんはパン屋のマリオの子か。大きくなったな。そうじゃ、お前にはまだ話してなかったの。あれは30年前じゃったか。村の勇士として名を馳せておったわしが。
何この小芝居。RPGってめんどくさいのね。で、わしの放った矢がプツリと右目に。どこまで話したかな。まあ、こんな話をいくら聞かせようとも、わしの技が伝わることはないからの。わしのスキルを受け継ぐには、試練の中で己を磨く必要があるのじゃ。そう、お主はこの層のダンジョンに封じられている試練のアミュレットを取ってこなければならん。この鍵で封印の扉は開く。アミュレットを手にしたら、またここへ戻ってくるがよいぞ。うまくいった？ってことは、要するにこれって射撃が強くなるクエストなのよね。話をずっと聞いていた甲斐があったね、キリト。ちょっと何そのリアクション。
た鍵がぼんやり光ってる。開ける？わかった。じゃあ開けるわね。この部屋に試練のアミュレットが。あれかな、祭壇の上の。あのおじいさんの自慢話にも遠くからアイテムを撃ち落としたってのがあったわね。あの意味ありげな高台はあそこに登って撃てって意味かしら。ちょっと行ってくる。今見上げたら先にあんたを撃つから。大丈夫、ちょっと遠いけどこれくらいなら当たる。よし！
に私を守ってくれるんでしょ。キリトは
ちゃんと守ってくれたね。この前も、今も。私を守るって本気で約束してくれたから私は信じられた。キリトがここに戻ってくることを。だから私は戦えた。怯えることなく立ち向かえた。間に合ったのはキリトのおかげだと思ってる。ねえ、キリト。私は自分の力でこの世界を生き抜いてみせる。それはこの世界に来た時からずっと変わらないわ。でも、もしも、私がまた危険な目に遭ったら、その時は、今みたいに、助けに来てくれる？いろいろ大変だったけど、このアミュレットをおじいさんに渡せばクエスト終了ね。そうだとありがたいわね。攻略組の最低ラインからはもう卒業したいし。私を守るってあれ、いつまで有効なの？現実に戻っても？いいの？簡単にそんなこと言っちゃって。お礼がまだだったから。言っておくけど、私ずっと守られてばかりのつもりはないから。でも、守ってくれるのは嬉しかった。忘れていいわよ。というか速やかに忘れて。もし誰かに喋ったりしたら、次にダンジョン行った時背中から撃つから。
Thank you.